コンゴ民主共和国におけるトゥンバ湖の位置が赤で示されている。トゥンバ湖または、トゥンバは、コンゴ民主共和国の赤道州にある湖。トゥンバ湖は、ムバンダカの町とマインドンビコとの中間に位置する。河川の流水による侵食作用により形成された湖とされる。湖に面する主要な町の名前は、ビコロという。トゥンバ湖とコンゴ川を結ぶ天然の流路。 イレブチャンネルがある。同チャンネルのコンゴ川との交流ポイントにも集落がある。トゥンバ湖を含むコンゴ川東岸の広大な熱帯雨林、河川、湖障地帯は、アフリカ最大の淡水の集積地であり、ンギリトゥンバマインドンベの名で、ラムサール条約において、世界的に重要な湿地帯であると認められた。文献上のトゥンバ湖の湖水面積は765平方キロメートル。 最大水深は8メートルとされるが、これらのデータは季節により変動する。蒸気湿地帯の中心に位置するため、今後川が増水するときには、イレブチャネルを通して、トゥンバコに水が流れ込み、減水時はその逆となる。トゥンバコには2001年時点に判明しているだけで114種の魚類が生息している。湖岸に住む人々は、農業、漁老、飼料、 森から木材ではない資源を採取して、巨老用具を生産するなどを制御にし、湖と熱帯雨林に依存した暮らしをしている。19世紀末に、ヘンリー・モートン・スタンリーが、トゥンバコを探検した。トゥンバコ周辺の湿地林には、モンゴ語を話す、モンゴ人が遅くとも11世紀頃から住んでいたが、ソビエト大百科事典のような古い文献には、トゥンバコは1883年に、 スタンリーにより発見されたと書いてあることもある。トゥンバコ周辺に住むモンゴ人は農耕を行う弟と魚老を行うチュワトゥワという二つのカーストに分かれる。ありがとうございます。